はい、こんにちは。琉球大学の整数問題なんですけども、これって、フェルマーの小定理を認めるならば、回答は、フェルマーの小定理より自明、終了ということになっちゃうんですけど、大学入試でフェルマーの小定理自明としていいとは、まあ、あんまり思わないんで。まあ、フェルマーの小定理を使わない方法か、または、フェルマーの小定理を使うならば、フェルマーの小定理を証明してやりましょうということで、じゃあ、フェルマーの小定理を証明しつつ、それで明らかとするか、それ以外の方法、両方やってみたいと思うんですけども、フェルマーの小定理ってのはもうそもそもこの式が P の倍数ですよ。P が素数なら。これがもうそもそも P の倍数ですよっていうのがフェルマーの小定理で、N カッコ N の P 引く1乗引く1が P の倍数ですと。っていうのは、N の P 引く1乗引く1が、もしも N が P の倍数でなければ、これが P の倍数ですよと。モッド P と。いうのがフェルマーの小定理で。で、まあ、もしも N が P の倍数だったら、N が P の倍数だったら、これ全体として P の倍数。N が P の倍数じゃなければ、これが P の倍数なんで、まあ、P の倍数ということなんですけども。じゃあ、これがなぜ言えるのかという話で、これ P が素数だから言える話ですと。じゃあ今、モッド P で考えたときに、モッド P っていうのは、0を除けば、1、2、3、4、P 引く1までですよね。余りっていうのは、1から P 引く1までのどれか。で、今、ここで、このモッド P で出てくる P 引く1個の余りを、まあじゃあこの文字に合わせて、じゃあ N 倍してみますと。N 倍。で、じゃあ今、ここでは、N は、P と互いに素と。N は P と素。ということは、要するに P の倍数じゃないという数だとしますと。そうすると、N、2N、3N、4N。N カッコ P 引く1と。いうふうに、まあ、やっぱり、P 引く1個の数が出てきますけども、これ、モッド P で考えたときに、これそれぞれがモッド P で、いくつかは、それはわかんないんで、N の数次第なんで。でも、一つ言えることは、全部バラバラですと。まあ、例えばこれ、全部バラバラですと。どれがどれ1が、どれが1でどれが2でどれが3かわからないけども、この N から N カッコ P 引く1は、モッド P で全部バラバラ。すなわち、1から P 引く1までですと。なぜと。言うと、じゃあ、どれかとどれかが、モッド P で合同だとしますと。じゃあ、例えば、このどっかのうちの i、これ j って書いてた。i と j。これ j、これ i で。i と j。どれかの i とどれかの j を n 倍した ni と nj が、モッド p で合同だとしますと。そしてこれ移行して n で膨れば、n カッコ i 引く j が、p の倍数ってことですね。で、今、約束として n は p と互いに素なんで、これが p の倍数になるってことは、これ自体が p の倍数。モッド p で0ですと。ってことは、i と j は合同だと言うんですけど、これ1から p 引く1までどれも全部同じにはならないんで、これありえないと。いうことは、やっぱり、この n から n カッコ p 引く1は全部モッド p でバラバラです。すなわち1から n 引く1から P 引く1までですと。じゃあ、そうすると、これ、隣で、どうし、全部掛け算すると、これは、P 引く1の階乗。で、こっち側も全部掛け算すれば、N、2N、3N、4N。N カッコ P 引く1。全部掛け算すれば、N が P 引く1個ですよね。と、P 引く1の階乗。で、それは、モッド P だったら、これ、1から P までの掛け算と同じですと。これ全部やっぱりバラバラなんで。なんでこれは P-1 の階乗とモッド P で合同ですと。じゃあこれ移行して P-1 の階乗で含ると NP-1-1 が P の倍数ですと。で、ここで P が素数であるということが重要になってくると。P-1 の階乗、これ P では P と互いに素ですよね。
P の倍数には絶対ならないですよね。っていうのは P が素数だから。これはもしも12とかだったら、11の階乗の中に2とか6があるんで、P、12で割れちゃう。けど、これ P は素数なんで、1から P-1 の中に P と共通な約数を持った数ないですと。なんで、これ全体が P の倍数になるってことは、これ自体が P の倍数になってるんですね。ということで、フェルマーの小定理、証明できましたと。とするならば、この問題。要するに、この数が P の倍、あ、この場合だったら P の倍数でもいいんだ。P の倍数だろうが何だろうが、自然数だったら、これはもう必ず P の倍数ですってことは、この N たす1をラージ N とでもすれば、N の P 乗マイナス N。これもちろん P の倍数ですと。で、F カッコ N。N の P 乗マイナス N も P の倍数です。P の倍数引く P の倍数はもちろん P の倍数ですってことが言えるということになりますと。まあ、ただ、ここではフェルマーの小定理を証明しつつだと、実際の入試だと、まあ、大変なのかなということで、じゃあごく普通にやるならばと。じゃあこれ素直にこの式は一体どういう式になるかっていうと、n たす1の p 乗マイナス n たす1。これが f カッコ n たす1ですよね。で、引くことの n の p 乗マイナス n と。これ嫌なかった。中括弧、超括弧。そしてこれ、まあ、n たす1の p 乗引く n 引く1引く n の p 乗プラス n になるんで、n が消えて、マイナス n の p 乗マイナス1と。じゃあ、ここで、この1たす、あ、n たす1の p 乗、二項展開すると、この式は、n の p 乗プラスコンビネーション、p、1、n の p 引く1乗足すコンビネーション、p、2、n の p 引く2乗足す、点点点。1個手前がコンビネーション P1N。で、足すことの1の P 乗。で、あと残りこの式。マイナス N の P 乗マイナス1と。そうすると、1と1で消えて、N の P 乗と N の P 乗が消えるってことは、残りはこれですと。これ全部コンビネーション P なんとか。コンビネーション P なんとかですと。コンビネーション PK っていうのは P の階乗割る K の階乗 P 引く K の階乗です。で、これ整数になります。当たり前ですよ。場合の数なんで。場合の数で3分の1取るとかありえないんで。これ場合の数なんで、整数です。ということはこの分母が約分されて整数になると。約分されるときにこの P の階乗っていうのは P カッコ P-1 P-2 P-3 3-2-1 をこれらで割ったときに約分されていくんですけども、この P を割るものはないですよね。 P はそこで素数なんで、 P は素数なんでこの中に P を割る数はないですと。 P 未満の数なんで全部 K も P-K も P 未満の数なんで P を割る数はないということは、これが残りますと必ず。なんで、P の倍数ってことが言えたということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。